人生初めての旅行カバンを買いました。これでですね、5月26日から能登半島輪島被災者支援小型仏壇無償提供に訪問させていただきます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食なかった後期でございます。2024年5月の24日今日金曜日ですね。今ちょうど6時10分、外気はもう19度ですね。朝動画でございます。今日あったかい。やっぱもうさすが、この一週間あったかくなりましたね。はい。実はですね、昨日ですね、やっぱ、第1回、3月第1回は、能登半島輪島被災者支援でですね、仏壇無償提供、訪問させていただいた時はですね、私、実は旅行カバンっていうのは私持ってなかったんですよ。だって今まで旅行とかしてなかったんですよ。ほとんど仕事ばっかしておりますからですね。はい。ですから、前回はですね、この私の愛用のこのコンテナにですね、一応いろいろガンガン詰め込んで、こういう色とかですね、あとこういうこの途中の車の中で聞くとかですね、まあ今回これ聞くんですけどね、まあそういう感じでこういういろいろこうこれカタログとかもバンバンこれに打ち込んで、着替えとかも打ち込んでですね行きました。はっきり言って不便かったです。金沢駅をこれを抱えてこう歩くとただのバカなんですね。でみんなですね、なんかゴロゴロ引いてますわけですね。こうカバンにこう絵をつけてですね、こういう感じでこのよいしょ。これこういうのやっぱ、これ便利やなと。こういうのですね。こういうのつけてみんな、ゴロゴロしおらすなと。で、やっぱ、これはどうも、俺も買わないかんばいって、昨日買いに行ってきました。はい。エッチャイ広瀬ホームセンターさんで8800円の方ですね。はい。人生初めて。しかもですね、色は、やっぱこれはもうピンクですね。私はピンクだと思いましてですね、ピンクを買いました。はい。これは便利ですね。よっぽどですね、このコンテナに、台車を、滑車をつけてですね、紐をつけてゴロゴロ行こうかなと思ったんですけど、それはただの危ないやつだろうと思いましてですね、十分危ないですからね、私ですね。はい。そういう感じでですね、初めてですね、このカバンちゃんを名前はつけないからですね。ピンクちゃんから、なんかよくわからんですね。名前もつけないからですね。そういう感じでですね、これで、5月の26日ですね、開眼法要式18基仏壇用意しましたからですね、こちらを、お寺様に魂を入れていただいて、それから出発という形ですね。で、5月の28日にですね、2組、こちら合計4基、支援させていただいて、その後今度は輪島の市役所、輪島の社会福祉協議会、それと輪島高校の体育館避難所にですね置かせていただくという形でですね、第2回という形ですね。で今回86歳のおっかさんがですね、寝かすけんですね、だいたい母がですね、この輪島の被災者支援はしたいって言ってました。最初から言ってたんですよね。やっぱり若い頃父と一緒にですね、輪島の朝市に行って、輪島のまず仕入れに行ってですね、その後輪島の朝市に行ってですね、お土産買って、いや、サンダーバードですかね、容疑者で帰ってくると、そういうことを思い出物深い場所なんですよね。でやっぱりこの先代の父永田隆はですね、輪島漆器の行商を熊本でしてですね、このお店の基礎を作りました。ですからもう輪島漆器というのはこのお店って父母で私もそうですね、原点なんですよね、輪島漆器はですね。ですからこの輪島の皆様にですね、このお仏壇を通じてですね、社会貢献させていただけたら、もう輪島漆器に恩返し、そういう形でですね、頑張っていきたいと思います。でそういう形でですね、話は変わりますけど、このピンクのですね、カバンを初めて買いましたという話でございますね。はい。すいません。長くなってすいません、ね。でも、じじいは長いんです、話が。はい。人生初めての旅行カバン買いました。色はピンク。前回はコンテナでございましてですね、コンテナは重いんですよ、あれ。いっぱい積むと。ですから、もうアホやな、ただ、あの時もう本当、アホさ加減にやっぱですね、やっと今頃分かりました、62歳で。はい。やっぱりこれが便利かなと、やっぱゴロゴロですね、もう便利いいですね。はい、はい。で、5月の26日から5月30日、第2回、輪島訪問をいたします。で、まだまだですね、お仏壇に余裕がありますから、お電話いただければ、この男にお電話いただければですね、あれでございます、支援可能でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、皆様ですね、このピンクチャンネルですね、頑張っていきたいと思います。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。